選手先生っていうのにさ、選手先生ってわかる？あの体育祭とかで選手先生、私ピピってです。うん、わかる、はい、あれ選手先生って名前なのになんで先生がやんないのかって思ったことある？ありますあります。ある？なんで？だって先生室のなんで子供なんだって思います。先生室のなんで子供なんだって思います。それを思ってた？はい、マジ？小学校の時思ってました。うん、マジで？なんでですか？でも選手先生って大体子供やってるよね。お連れてもそうだよ。なんで？先生なの？それ聞いたことは人に？ないです。なんで聞かないの？で別になんか世間がそう決めたのかなって安倍総理は決めたことだから、うん、しょうがないなって。しょうがないです、もう。こんにちは。うん。これでした。どういうこと？なんか俺も昔時代、今もそうなんですけど、うん、なんか先生は学校の先生とか教育の先生とかの先生だと思ってたんですけど、だけど見たら感じが全然違かったんですよ。なんかわけわからない感じした。え、別に やばいと思ってますよ。え漢字知らないのは、それは別に俺悪くありません。おう教えてくれなかった国民が悪いんです。国民国民の選手、それは騙されたんですよみんなに、はい、やられた。そうです。今気づいた。今 Google やっぱ正しいですよ。正しい、はい、ってことは Google は友達ってことは Google は友達友達友達にされちゃった。